ボス倒す前に先にさ、左上のこの海洋パート見ていこうかな。これでまた誰か加入するとか。暗黒騎士ってセシルか。あ、セシル。死ぬな、セシル。死ぬんじゃない、セシル。ここは、僕は一体。あ、閉じた。おーっと、アフロのおっさん。次元の歪みから人が。あれが、人間。敵じゃねえだろうな。まあ、見た目からして敵だと思うんだけどね。鎧を着込んだ連中ってのは、どうも見分けがつかなくてよ。ああ、これも多分 FF13 のネタなんだろうな。まあ、自分やったことないから、わからないんだよね。ごめんなさいね。君たちは、人に物を尋ねる前に、まずは自分から名乗るもんだろ。僕は、セシル。バロン国の騎士だ。気がついたら、ここにいた。なんだ、喋ってみたら、生真面目な兄ちゃんじゃねえか。彼からも、光の石を感じるのくぽう。光の石つか闇の石っぽいけどな、どう見ても、見た目からして。彼が我々の前に現れたのも、運命だったということか。光の石、運命、どういう意味か教えてくれないか。君が今、通ってきた空間、それは、次元の歪みといって、世界を拒む悪いものくぽう。モグたちは、世界を危機から救うため、次元の歪みを閉じる旅をしているのくぽう。同じ運命を担える光の石を君から感じるくぽう。ぜひ一緒に来て戦ってほしいのくぽう。僕が世界の危機を救う？戸惑うのも無理はないわ。けれど、必要なことなの。君は強い力を秘めているな。その力は善なる目的に使うべきだ。僕は闇を糧に戦う暗黒騎士、光とは、ほど遠い存在だ。あなたのように、強い光を持つ戦士とは違う。自信を持ってほしい、クポ。君にはきっと、できるはず、クポ。すまない。僕には、一緒に行く資格はない。FF4 の戦闘曲だ。お、いいね。まあ、体当たりが来ようがフリエナで終わりなんですよね。残念ながら。バイバーイ。闇に刺す光。おーってか、なんか追ってきた。みんな、無事か？問題ない。君を戦っていたのか。魔物が君たちを襲っているのが見えて、助けなければと思ったんだ。心配してくれてありがとう、クポ。あなたが戦っていたから、私たちの方へ来た。敵の数が少なかったのね。助かったわ。一人でここまで来たってのか？兄ちゃん、自信がないわにね、強いじゃねえか？少し役に立てたようで、よかったよ。じゃあ、僕はこれで。待って、クポ。君のような力は、今のモグたちにはないの、クポ。ぜひ、仲間になってほしいの、クポ。また、誘ってくれるんだね。ありがとう。でも、僕は光とは、ほど遠い存在だから、それ2回目だな。正しき心は、光も闇も、力となすものだ。闇だか暗黒だか知らねえが、俺たちを助けようとしたんだろ。それが悪いもんだとは思わねえぜ。暗黒の剣が武器だとしても、君の心には光の意志がある。心、か。なんかウルキオラのセリフみてえだな。心かって。ブリーチに出てくるウルキオラじゃねえんだから。僕は、君たちと歩いていいのかな。それは、お前が決めることだ。お前は、どうしたいんだ。わかった。決めたよ。この暗黒剣が力になれるなら、僕は、君たちと一緒に、この世界を救うために行く。歓迎クポ！心強い仲間が増えたクポ！光も闇も、力になる、か。いつか、僕の剣にも、光が宿ることがあるんだろうか。というわけで、セシルが仲間に加わりました。ヒットポイントを犠牲にして強力な闇の攻撃を繰り出す暗黒を使用。原作通りですね、これは。それでは実際にセシルの性能を見ていきたいと思います。あ、暗黒ブレイブ攻撃なんだ、これ。あ、全体遠距離物理攻撃と。じゃあ、やっていきましょうか。あ、おー。なんか、わかるかな ?FF4 のウィンドウはこういう感じなんだけど、ちょっと微妙に暗くなってるじゃん。
これが FF4 の特色なんだよね。うん、FF3 がこんな感じで、FF4 がやや暗めになってるんだよね。まあ、暗黒を使いこなしていくことが勝負の鍵になりそうですね。まあ、一ポイント減ってくから、レムとコンビを組ませることが重要になるかな。